最後これかな。もし星に真言せばす、宮下に菩提の道を得、この詩に随順して学せば、豪奢の仏を見立てまつられることへん。この星にさえ従って、ちゃんと真面目に修行していけば、もう間違いなく仏になる道を我々は得られるし、またこの星に素直に従っていけば、無数の仏を見ることができるって。これは要は、無数の仏を見ることができるってことは、自分も同じ境界になったってことなんですよね。自分が仏と同じ境界にならないのに、仏は見えませんから。そういう力を持って、人を仏にできる人が仏でないわけないんですよ。っていう意味ね。ここまでがだいたい星本かな。ね、そうだね。そして、次が